に着きました。うどん配信、はい、うどん配信しました。香川といえばやっぱりステーキ弁当ですよ。まだ誰も来てないけどね、まだ来た、はい、いらっしゃい、お疲れ様。お疲れ。ああ、カップうどんかよ。違うよ、見ろこれ、ステーキ弁当です。ステーキ弁当だぜ。香川といえばステーキ弁当でしょ。千葉銀だ。お疲れ様。ちょっと待って、もう上着も脱いでないんだぜ。どこそこ香川ですよ、香川。うん、まあ、そうでしょ。小野くん、香川どこか知ってる？香川は香川でしょ。適当なこと言いやがって。おかしいこと言ったね。香川は香川でしょうよ。適当なこと言いやがって。香川県は香川県でしょうよ。ステーキだと。来たよ、いらっしゃい。ちょっとごめんね、俺はもう本当にさ、もうホテル着いて、もう本当に何もせずに、はい飯買いに行こうっつって、はい飯買いに行こうっつって、もうすぐ飯買いに行って、もうたった今なんですよ。たった今です、本当に。で、僕らの香川県の晩ご飯は、はい、ほっかほか亭ね。お前香川だぞ、どういうことだよお前。おい、まあ、時間も時間ですからね。香川だぞ、うどんはねえよ、うどんは。カップうどんですらない。初見です。あんたうどんですか？イエス、うどんです。うどん食えよ。やってねえんだ。うどん屋さんやってるような時間に着いてたらね、うん、行きたかったですけどね。うどんの方が安くね。うどん食べないんかい。だからさ、おい、お前ら23時に着いてみんか、香川県に。うどん食えるんか。やってんのかよ。やってるうどん教えてくれよ。うどん屋花うどん配信。あ、そのうどん配信ってね、タイトルにしたからね。香川ビスになっちゃうじゃねえか。ダメだろそんなこと。うどん配信のうどんは、タコさんうどん食べてたよって。あれはあれだろう、どうせなんか、まあ、モノくんがうどんのような人生だってことですよ。モノくん、うどん打つの今から。うどん職人も寝てます。そりゃそうだよね。どん兵衛差し入れしますね、ありがとう。どん兵衛は東京にもあるってんだよ。まあでもね、関東と関西のどん兵衛はまた味が違うって言いますからね。いや、それは香川県限定のうどん、どん兵衛があるよ。じゃあモノくん座ろ、せめて。いや、だってさ、椅子ねえんだ。椅子がない。うん、大丈夫だって、床で。床でいい。アングルの問題はあるかもしらんけど。はいはい。まあこんな感じでね。まあ、普通にやってて、いいじゃないですか。僕、座高高いからね。うん、うどんとそばどっち派？僕はそば。いやいや、まあでも、左に同じですよ。うん、香川県にいる間はうどん派かな。はい、そんなね、いい子ぶっちゃなくていいでしょうよ。そばの名産地なんかあんのかいっていうか、香川はうどんだよ。それありますよ、そば。どうですか。で、いろんなとこに、いろんな種類のそばありますから。ああ。へぎそばみたいな、そういう特殊なのもあれば。リシのそばだろ。信州そばとかね。うどん顔ランキング1位やった、俺。千葉県何イベント？俺はね、牛卵とじ弁丼。ああ、美味しい。香川県の味がする。いや、正直、香川県のね、ほかほか亭は人は違いますよ、やっぱり。ほかほか亭で久しぶりに食ったよね。うん。ほかほか亭いいです。そう。ほっともっとよりもうまいね。もともとと同じ系ですから、多分。もともとはね、なんか喧嘩別れしたんでしょ。うん、あ、そうなん。うん、トップが。なんか量多いな。当たり前じゃん、大盛りですよ。おばちゃん大盛りですって言ったから。じゃあ何人か分かんないおばちゃんが、あいよーっつって。そうそう。手取り教えろ。教えるわけねえだろ、お前。あ、人の手取り？うん。1曲目はね。うん。Say yes。 2曲目は、いやいやいや、うん、3曲目は君がいるだけで。
名曲ぞろいじゃないですか。くれない歌う歌うよ。4曲目がくれない。米米挟むな。カラオケかよ。セトリ予想。決めるだけでって。セトリ予想当たったわ。決めるだけは妥当エバーじゃないですか。なるほどね。米米さんです。俺全然わかんないですけど、あれ消えてね。主電源ついてないじゃないですか。はい、あ、主電源つけて湯沸かしか。やべえ。そう、もうこれ当分あれだわ。もう食い終わっちゃうだもん俺。俺入れる頃には。今日の今日お疲れ様でした。ありがとうございます。そう言ってくれるのはお前だけだよ。本当にの。まあね、僕たち一切言わないからね。はい、どうも。じゃあ。そんなことないけどね。実際はね。そんなことないですよ。うん、もぐもぐ落ちてごめんなさいね。もう食いながらで。でももう君たちはとっくに飯を食ったでしょ。こんな時間に飯を食う人なんて、確かにね、まあいるかも、いるとは思いますけど。風呂上がったらキャセットだ。いや、いらっしゃいいらっしゃい。本当にね、千葉銀ちゃんと保湿してる、してるわけねえだろう。保湿なんか腹減った、むしゃむしゃ言うとる、むちゃむちゃ言ってますよ。すいませんね、本当にね。いや、ただね、やっぱ足も早いし、飯をこうしっかり食った後で配信始めたらちょっとさすがに遅いなと思って。そう、何時間かかった、うんとね、10… え、そんなにかかってる。着いたの22時半くらいでしょ、だから、うん、11時間頑張りました。11時間運転したらさ、完全に労働基準法に違反してると思わないか。まあね、11時間も運転したら千葉銀 半分でしょ。千葉銀は7割くらいですかね。7割くらい、7割くらいですかね。何回休憩した？休憩はがっつりしたのは 3,4 回かな。そうね、うん、結構スタンドにね寄って、スタンドだけの車とかもありました。車のエンジンじゃなくて道路渋滞そんなしてなかった。してなくてこんなにかかったってことは、してたらやばかっただろうね。うん、本当に本当にお疲れ様、ありがとうございます。まあね、もうこれで千葉銀の仕事終わりなんで。お尻に穴開きそう。え、開いてます。香川遠いな。遠いですよ。でね、明日ライブをやって、次は香川から福岡まで移動ですから。うん、そしたら福岡から長崎に移動して、で長崎から、長崎から千葉って車で帰れるわけねえだろ。バカ言ってんじゃねえよ。でも帰るんでしょ。帰ります。福岡も車の、福岡も車です。長崎から千葉も車です。やばくね。長崎から千葉はやばいっす。うん、いや、くちゃくちゃすいません、すいません。過酷すぎ。鬼かな、鬼なのかな、ブラック企業かな。ただ俺の過去最高記録の話をすると、うん、多分今まで一番長かったのが、うん、新潟から宮崎を全部一人で運転しました。何時間ですか。しかもね、それね、ライブ終わりだった気がする。ライブして、ね、ライブ終わってそのまま止まらずに夜から朝、うん、新潟から宮崎、そんなの逆で運転しましたね、一人で。運転手の方ですか。運転手の方です。うちの運転手すげえんだよ。それはね、あれはね、あの時はね、もうすごい、もう
やっと宮崎着いた、うわうわ超疲れたってなって、もう目を閉じてもあの中央線の白線がこうやってビュンビュン飛んでくのがまぶたの裏に浮かんで寝れないっていう疲れてはいるのにもうビュンビュン飛んですごいよね、それなかなか味わえない、うん、もう寝れなかったね、目がおかしくなった、うん、明日運転ないから休めるじゃん。まあまあ明日運転ないから、あのね、明日僕ライブがあるんだな、一応な、一応ライブがあるんだな、うん、千葉君目が立ってるだけじゃん。そうそう、明日は、うん、明日ね、明日立ってるだけだよ、明日立ってるだけだよ、うん、なんかベースっぽいものしょって立ってるだけでしょあれも一応意外と大変なんですよあれ、うん、本当に意外と大変なの、ベース重いし。そうだよね、うん、なんであんなに背負ってんの、立ってるだけでも結構つらいの、引きもしないのなんて背負ってんのあれでもうちのバンドベースは打ち込みだからね、本当はね、うん、本当はベースだけ OK だから、あれそんなバンドいるかよベースだけ OK っているんじゃないの、ベースだけ OK ならおかしくね当てぶりでしたか、そう当てぶり、やっぱりね、食ってると喋れないね、うん、だからね、ね、難しいね、明日ベースを食いいよ、みりんに卵ついてます、ほんとうわ今来た、こんばんは、はいこんばんは、運転のためにベース休んだらそうしようかな、明日はね、ベースオケはセカオワカです、いやそれはないんじゃないか、わかんないけど、ミサコとノコちゃんはいるの、いるよ、目を閉じてごらん、ほら君のまぶたの裏に、いやね、割とねお腹減ってたんですよ、うん、全然わかないねこれね、弱いね、うん、ほんのりあったかくなってます、もう食べ終わっちゃうよ、今日はお酒飲むの、今日はモノ君だけ飲みます、裏切り者そう、今日はモノ君だけ飲みます、裏切りました、飯テロ死ねって、お前飯食っただろどうせ、俺らやっと食ってんだよ、私も思います、おやすみ、ヒロン長崎から千葉一体どうなの、それはあなたが来る直前に話したんだけど、車で普通に帰ります、まあね、あの車飛ぶ機能ついてるからね、実は飛んで帰ります、飛べたらいいね、いやね、こんなね、8年続いた新生かまってちゃんも長崎から千葉の帰りで活動も終わるのかって思うと感慨深いね、やっぱね死ぬ気俺らは、俺は生き残るよお前だけ生き残るか、裏切り者なんじゃ生き残れるんだよ多分、他のバンドはメンバーと交代してるのに、本当？そんな優しいメンバーいるわけねえだろ、バンドマンは全員クズだぜ、ないない、知ってるか、バンドマンって全員クズなんだぜ、知ってるよのやつはもう免許持ってない そんなことなかった、お友達がしじみの力を飲みたかったんですけどね、しばじさんあれは、ん、飲みすぎるわ、今あるよ、最初にね、今日はね運転お疲れ様ってことで最初にお湯
入れてください。あ、ね、このね、このお湯がちっちゃいから、うん、あの小野くんが、うん、今日俺が運転頑張ったからお湯先使っていいって。大事なお湯をね。優しい。優しいだろう。泣けるくらいに優しい。お湯ありがとう。少しは気を使ってるので、これ美味しいんだよね。青さ、動くとこだよ。いや、青さ美味しいね。最近配信おめって言うのコメントは、え、配信おめ、配信おめ、ありがとう。なんだろう、ね、おめって初めて配信やったみたいな感じだ ね。コングラチュレーションってことでしょ。そうだね。袋ついてないね。明日から学校始まるのしんどい。え、ちょっとどういうこと。もしかして今まで冬休みだったってこと。大学生かな。あらららら、ら羨ましいね。長くね。1月19日ですよ今日もう。ねえ、いつ寝るの。まああと1時間ぐらいしたら。そうっすね。うん、いや、さすがに疲れたでしょ。疲れたね。いや、なんかさ、疲れたね。なんかね、行く途中風に煽られた時もあったもんね。ん？ああ、めっちゃ風煽られた、ね、強かったね、風。あれは多分大阪あたりだよね。あれ大変だった。あれはね、大阪じゃないな、橋の上みたいなとこにあった。伊勢湾岸道。湾岸道ね、知らないね。伊勢湾岸道がどこか知らないね。知ってる。何でしょう。京都らへんでしょ。そう、よく当たった、よく分かったね。京都らへんだって、伊勢。うん、結構よく知ってんだね、モノ君ね。うん、名古屋の西だろ。そうそうそう。名古屋の西です。三重だって。え、三重が正解。うん。うん、うん、もっと偉い。橋綺麗だよね。まああそこね、工業地帯だからね、あの感じいいですよね。工場萌えってやつですか。あれ、お湯入れられた。うん、入れました。もう溜まったんだ。うん、あ、いい、大丈夫。え、足りる。足りない。足りないよね。モノ君の分を入れるにはギリ足りない。そうだよね。じゃあちょっともう一回やるんで大丈夫です。美味しいか、美味しいか。うん、うまい。いや、弁当やっぱいいよね。な、他弁がね、26時まで空いてるという奇跡が。いや、本当ですよ、ね。香川県のウェルカムの心を感じたよね。おいおい、風呂場のシャンプーとかボディ、椿だね。え？椿？それっていいことなの？いや、そのくらいあんまないでしょ。もうかな。え、だってよ、ボディリンス&シャンプーとかじゃん、基本。もうかな。椿だぜ、すごくね。椿だぜ。うん。椿だぜ。椿嫌い。さすが神奈川県、リンスインシャンプー。リンスインシャンプー、そう、基本的にそうじゃん。女子力高いよね。あんま置いてないよね、ホテルで。うん、そうかもね。メジャーミュージシャンが言うことじゃない。すごくない。風呂のシャンプー、椿だぜ。いやいやいや、俺だってびっくりするよ、普通に。あんまり見ないでしょ。うん、確かにね。
明日私の店に紙切りに来てる。そんな時間ないよ。切ってくれたら嬉しいけどさ。でも多分俺がお願いするのは坊主だぜ。確かにね、わざわざ美容院行ってね。そうそうそう、坊主だよね。美容院の方にバリカン持たせなきゃいけないんだね。おしゃれ坊主にしてもらったら、なんかここにユキヤの湯とかやるの、模様模様入れて、模様入れて。ヒカイン何弁当、ヒカインなんか牛卵とじ、牛卵とじ。そのキーでいいでしょ。そのキーでひげ洗わないよ。明日ダイブした時に椿の香りするので。するする。そうですね、しますよ。非常に申し訳ない、お願いしていいですか。はい、ティッシュマッチですか。はい、明日頑張ってください。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。明日ニコ生多分やると思うんで、女子力高いバンドじゃん。女子力は高いですよ。僕は全然食べないけど。でも、小野君、香川はどこにあるの？だから、四国の中の左上。おっ！で、この前スタジオで言ってたじゃん。いやいや、ちょっと待って。お前、何お前あれしてんだよ。え？お前は、うん、香川ってどこにあるのか知ってんのかっつったら、この前のスタジオでは広島の上っつってた。そうそう、最初ね言ってた、言ってました。広島の上ってか隣とかそこらへん。広島の、いや広島の上海だ。いや違うわ、違う違う違う、ごめんごめん、違うわ。あのね、山梨の隣っつってた。あ、そうだ、最初ね、山梨の隣っつってた。そうだそうだそうだ、モノ君、香川って、なんで二人とも映んねんの。そう、モノ君に香川ってどこって聞いたら、ね、山梨の隣って言ってて、天野君と、いや近くていいなっつって山梨どこ、それって山梨県も知んないの。お前は人のこと言うな。そう、でその後に、あった広島の隣っつってて、あ、だいぶ近くなったってね、うん、で、今の知識が四国の、四国の左上、うん、いやー、惜しいな。左こうあったらあれでしょ。なんで言ってんだって。今、4個あった県が2つになっちゃったけど、だけど今そうだよね、うん、ダメだよね、うん、左下、うん、左下、うん、左下か。え、じゃあ右上渡るよね、ここまで。そうだね、そこは愛媛じゃ。左上が愛媛か。左上は愛媛です。と、愛媛県しかわかんねんだ俺、四国。嘘つけよ、今左上香川っつってただろうがよ。違う、あ、名前を、名前がね、そう、四国の中で、四国の県、四つの県ある県の中で愛媛しか知らないんだ、知らないんだ、僕。なるほど、ね、愛媛はわかります。うん、愛媛はわかるんですよ。モノ君ってバカなの？バカじゃありませんよ。誰だってね、不得意なことはありますよ。確かに、うん、そりゃそうだ。モノ君は得意なやつ見せてやれよ、お前。得意な教科？得意なあれ見せてやれ。得意な言ったれ、本当によ。チングさんが弾いてるで。チングさんがいる？チングいるの？チングさんいるんだ。チングがええって言ってる。え、チングさん別に関係ないでしょ。まあまあ、でも神宮さん兵庫の、うん、あれ兵庫だね、兵庫じゃない、兵庫の方ですが、うん、まあまあ割と、あ、そうか、割と近い、身近な、短っちゃ身近なんじゃないですか。じゃあ、あれか、うん、なんだお前はと、うん、お前取ってやんねえと思うって、うん、打たねえと思って、今日ここに四国に来るときに淡路島っていう島を通ってきたんですよ。あ、でも淡路島といえばやっぱね、うんうん、大変だったわけですからね。ああ、阪神淡路ね、うん、うん、その淡路島は一応兵庫県ですから。はいはいはい、あれ一応 ね、うん、なんか渦でしょ、結局真っ暗で見れなかったよね。全然見てみなかったね。旅の扉がいっぱいある、うん、
入りたかったな、うん、どこにも行けないで死ぬんだよ、あの世に行くだけだよね、ルル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 ですね、あの違うとこに、雪景色のとこに行けたら丸そうですよ、明石海峡橋渡った渡ったあ淡路島の有名なものは、いやそれはちょっとわかんないな、すみません、いい音してます、こんばんは、玉ねぎ玉ねぎなんだ、あ、へえ、玉ねぎ俺好きだよ、焼肉屋とか行ったら絶対玉ねぎ頼むからね、お湯沸いた、湧きそうです、もうあと沸く手前、今日でもライブやって、しらす丼、みんな詳しいね、みんな猛烈やってんのかねいや詳しくないだって普通に、徳島のラーメン食べたい、まあまあ言うな、徳島ラーメン有名なんですよ、名前だけ知ってる、ほんと、なんかそのラーメンがうまいっていうのだけ、ほんと、どんなラーメンか知ってる、佐野ラーメン、えじゃない、佐野は佐野ラーメンか、あれは徳島のラーメン、俺なんかうまいぞ徳島のラーメンは、佐野、え、モノ君何食べとんの、モノ君お弁当食べ終わって今からしじみの力を飲もうとしてます、しじみ70個分、そう徳島ラーメンね、豚肉が乗ってるんですよ、めっちゃうまそうじゃんそれめっちゃうまそうなんですよ徳島ラーメン、角煮みたいなの乗ってるってこと、いやいやいや割とあのこの焼肉弁当の豚肉みたいなやつ乗ってます、チャーシューが、チャーシューとはちょっと違う、うん、豚肉乗ってます、え、あれは麺は、え、なんかちぢれ麺とかと、そういう、さすがにそれはそのお店によるんじゃないか、わかんないけど、モノ君ファッションおバカそれともガチ、ファッションおバカです、ほんとはすごいからね、うん、放送中だけだろ、ほんとはすごいよ、うん、放送中だけです、うん、バレたか、ファッションおバカって、まあね、いつか突っ込まれると思ったんだけど、まあね、ほんとはね、誰かバカいないとね、もうないもんね、バカキャラがね、やっぱいないとねそうなの、本当はね、こんなあれですよ、こんな香川県がどことかそういう話じゃないですよ、ね、そういうレベルじゃないね、うん、韓国の首都だってはね、場所言えるよね、ソウル、場所も言えるよね、場所、うん、場所どこら辺、こね、真ん中ら辺でしょ、こってね、真ん中全部言えるよね、そこら辺とかね、真ん中でしょ、サンフランシスコここっ ってね、言えるもんね、余裕だよね、サンフランシスコね、千葉銀フーディー見せて、何フーディーって、フーディーってあれだよ、ポケモンの名前、そうフーディーン、うん、多分パーカーのことだと思うよ、パーカー、パ、あ、フード、フード、え、パーカーを見せろってこと、何このメルヘンな、どうしちゃったの、こんな感じなの、それ、それこれ君の今の思考これ思考が今こんな感じなの、差し入れでいただいた、うん、これ今千葉人の頭の中です、そう、どうしちゃったの、やば、バティント、いやーパーカーイコールフーディー、そんなおしゃれな言い方したことねえぞ、ね、パンツのことをショーツみたいなことでしょ、そうだね、まあ、これ女の子っぽいもんね、これね、そんな装備で香川まで来たの、一応上着は持ってきました、まあ、でも車運転してるとね割と暑いんだよね、あ、高いよね、あの、うん、脱ぎますよね、ええ、達者、自転車も乗って三輪車か、さらに風船も持ってるからね、いやー疲れたね上着のつなぎが好き、 ありがとうございます、バカいいな、椿出せ掘り返すね
目と足疲れて、そうですね、目と足疲れてますね、モノくん。僕は、そ、うん。モノくん、はい。目と足、そうですね、疲れてますね。僕は疲れてないです。あ、ロロロロロロ。なんでかな。すいません。10分だけ寝ちゃいました。もう寝れ。椿。椿10分じゃねえよ。パーカーいいやろ。パーカーいいっすね。パーカー楽だしね。あれになっていいですか。何？掃除しろって。そうなんです。持ってきましたよ。これ掃除しろマークじゃないよ。これ今掃除してる。あのね、掃除した方がいいんだよこのタイミング。あ、そうなの？そうそう。あのね、10本ぐらい吸ったタイミングでそれがなるの。うん。だからね。あ、ありがとうございます。ってください。ありがとうございます。これでね、用意してください。クリーナー借りました。アイコスの。10分しか寝てないんだ。偉い。22日、福岡雪らしいね。なんかね、そうなんですよ。九州がね、割と俺らが行くタイミングでぐずつくっぽくて。アイコスだぜ。物知り、僕物知りですよ。そういうことに関しては。アイコスってすぐなくならない？どういうこと？吸いすぎちゃうってこと？雪気をつけて。雪ね、大変だね。本当にね。アイコス掃除してからわかるよ。何が一番いいってね、爪楊枝。爪樹、うん、ついに弟からミッキーのパジャマ借りる日が来たわ。どういうこと？何の報告をしたの君は。短いよね。あ、いや短いって、でもあれですよ、あれがジューってあれを燃やして吸っていくわけじゃないんで、あの短いのはあれ全然関係ない、うん、関係ないですよ。あれ短いのはあんな1分ぐらいで終わっちゃうね。福岡でブルームテックね、いや買うの買いたいんですけど、買う時間があるのかっていうのと、そもそも在庫があるのか、売ってるお店があるのかっていう、うん、2つのあれでいけるかどうか分かんないっていう。アイコスって何？アイコス見せてあげて。これね、これさえあればもう簡単に決められます。君も明日から決めよう。アイコス今完全に決まってます。僕ら今決まってますから。ガンガン。こんばんは。はい、こんばんは。合法、ギリ合法、ギリ合法です。ビートステーションの横のローソンで見かけたよ。マジ？本当？買いたい。それは買いたい。決めマスターですね。うわ、トリマル！ね。飛べちゃうやつ、そうそうそう。決まっちゃうから。コンビニで売ってんだね。いや、だから、あれですよ。僕らも、その、仙台で買えなかったやつ。グロー。一応コンビニ見たじゃないですか。で、コンビニで、あの、今、ただいま在庫ありませんって、はい、一応こうやって。置いてあるんですよね。汚ねえ少林が通ったぞ。明日この配信見て未成年者捕まる。そうですね。コンビニ以外で売ってんの。いやー、なんかわかんないけど、アイコスだったらアイコスショップとかね。グローテックショップとかありそうよね。わかんないけど、仙台にグローショップある。そうそう、だからそういうところで以外でどうやって買うんだろうなーっていう。グローショップ行ったよ俺ら。行きましたよ、売り切れてたからね、うん、朝一でモノ君から電話来て、言うぞグローショップ行こうぜっつって仙台行きましたよ、うん、朝一。こんばんは、今来ました。はい、いらっしゃい。モノ君松田優作に似てる。ほら、どれ見して。松田優作なんじゃ俺。しかわかんない。俺しかわかんない。すいません。あと鬼武者の松田優作しか。あ、はいはいはい。うれうれ。あ、美佐子来たらしい。美佐子さんどこ行った？え、美佐子さん来たってここに来たの？ここに来たんでしょ。帰れ帰れお前。なんだお前。全然いないよ。いないいない。幻覚でしょ。え、全然いないよ。いた。そっと見てる。はい。そっと見てんならコメントするんじゃねえよ。確かにね。そっと見てて、そっと見てるって言ったらもうそっとではなくなってしまう。そっと見てる自分を見てっていうことですよね。冷たい。厳しい。いるよ。美佐子さんとチングさんがいるよ。美佐子とチングでツイキャスしろ、今からコラボキャスしろ、お前ら。本当によ。美佐キングって名前にしろ、お前。卑猥な感じで。冷たいぞ。ひどい、ひどい。見てやれ。あ、そういえばさ、うん、え、今このミサチングで思い出したんだけどさ、うん、あのこさん社内でコラボキャスみたいなやったじゃん。あ、やったね、この前ね。
あれは何、例えば俺も今からやろうと思えばできる。わかんない、俺全然知らない。ツイキャスに関しても何もあれだもんね、情報を知るって、ね、分かる、うん、できるで。みさこ激おこ短期だね短期は良くないよ。できるんじゃない、リスナーってやってたね、枠取り直したらできる。あ、なるほどね、あのコラボキャスという枠でやんなきゃいけないんだ、なるほどね。みさことコラボしてどうすんだよ。みさことコラボしよう。のこさん教えてくれないの、教えてくれない、一回切ってコラボキャスにする、なるほどね。一回配信切って設定を変えたらできる、なるほど、コラボ枠を取ればできる、なるほどね。してして、してほしいの、え、これ需要あるの、俺とも、それは千葉人の、俺とものくんと千葉人のね、声が生で聞きたい。いや、今聞けてるよ、生で今。いや、あの直で来てるわけだ。終わり時分かんなくなるぞ、しましょう、きっとある。千葉ものお悩み相談かな、したら時間的に長くなるぞ。じゃあ次回ちょっと時間がちゃんとある時にしようかな。今日もこんな時間、夜更けですしね、うん。僕たちこの後ちょっとね、いろいろとありますから。ダンダン、あ、シャワー俺先使っていい？いいっす、いいっす、本当にいいっす、ありがとう、いつもね、そうです、いいっす、使っていいっす何があるの、聞くなよお前、そこはお前えっつって、この後同じ部屋、同じ部屋だよ、頭に。いやいやいや、部屋は違うんだけど、寝るのは一緒の部屋、うんうん、部屋は違うんだよ、あの一部屋ずつあるんだじゃん、一部屋ずつあるけど寝るのは一緒。これさ、こういうのもやっぱ本気にする人はするんかね。いや、するでしょするでしょ、あの、のこさんのホテル違うみたいなさ、いや、あれを信じたやつがいるわけでしょ。そうね、そうね。あんな冗談っぽく言ってるのにさ、信じたやついるってことは、これでも信じるやついるってことでしょ。今これ、今200、300人見てるけど、300人中2人ぐらいは多分信じてますよ、これ。そういう関係なの？なんで一緒に寝るの？ほら、もうこれ、本気の疑問だもん、これ。これ多分ね、お子ちゃまなんですよ、お子ちゃま。お子ちゃまなの。みんなピュアなんだよ、ピュアな人が多い。どっちがウケですか、モノくんに決まってんだろ。モノくんだよ。それは流量配信かな。FC2 だね。FC2 です。配信やってるし、いいのかな。でもあのさ、その冗談で言ってた話をこうただただ告げ口しただけかもしれないよね。それをノコが本気に捉えたみたいな。まあ、ね、まあ、まあ確かに。それはあるかもね。ねえねえ、のこさんだけ高級ホテルなんでしょ、わらわらみたいなノリで言っただけなのに、なんかおいリスナー信じてるぞってのこが受け取っちゃったみたいな。そうかもしれないね、確かにね。パターンもあるよね、うん。まあ、ネットだとね、うん、コメントだとやっぱ分かんないからね、トーンがね、トーンがね、うん、本当にね。だからこう全部が全部リスナーが鵜呑みにしたっていうあれではないかもしれないよね、うん。のこには冗談通じない、のこピュアだから。そう、のこさんはね、本当にね、ネットに向かない人間だよね。あんなにネットに生きてるのに。ちょい、あの、もう10年近く一緒にいるけど、ちょいちょい思う。煽り体制ゼロだしね。向かねえなーって。本気にする、すぐ本気にするしね。思った。カラーメールと氷結。冗談は冗談と分かるように言わないとね。でもある程度本気っぽく言わないと面白くない冗談もあるじゃないですか。そこがいい。そうだよね。まあ、長所ですよね。確かに確かに。あんだけネットに生きているのにね。あ、今日は一人で乾杯ですか。どうす。どうすか。裏切り者。あ、乾杯、乾杯してくれてるよ、みんなが。頑張ろう。残って可愛い。乾杯。久しぶりにね、タバコ吸っちゃいましたよ。あ、なんかね、タバコ買ってましたね。メビウスのテスト配信面白かったよ。ああ、モノ君の車内でやってたテスト配信、俺その時運転してました。カメラも何もつけてやったよね。
人であそこを乾杯。乾杯はしないかな。そうだね、乾杯はしないね。こすりつけんなよ、こうなるけどね。だんだんエグくなってきた。千葉銀飲まないの。千葉銀はちょっと今日飲まないです。こう、いつもカップ麺とか買うんだけど、今日はちょっと豪華に、ほっかほっか亭のお弁当にしちゃったから、お酒買う余裕がなかったの。めっちゃ汚えな、アイコス。モノ君の配信よりアクティブ多かった。え、この普段やってる配信よりアクティブが多かったらしい。前もってツイートしたんだぜ。で、テストの配信だから、そんな、ちゃんと見なくていいですよって。そういう理由で飲まない。そうそう、そうなの。今日はね、お金がなかったから。テストで80人いた。何の、あれ、何してたんですか、テスト。ちゃんと繋がるかどうか確認しただけでしょ。そうそう、それだけ。で、コメント。うん。コメントでやりとりしただけ。なんかカチカチやってたよね。そうそう、キーボードを打つ音がしてたよね、うん、いや、おーってみんな見に来てくれたから、うん、テストだから、うん、無事にできそうですって。あ、じゃあもう明日のね、明日からの香川、福岡、長崎の3連勝はバッチリ、多分大丈夫だと思います。バッチリそうかな。で、どこか、どこかって言うから、うん、そうです、無事ですってコメントしてそうです、僕です。でモノレースって言ったらどっちだよみたいな感じで盛り上がっただけ。あ、なるほどなるほど、うん、ただそんだけ、うん、面白いなと思って。ちょっと俺今アイコスの掃除忙しいからコメント読んで。ツイキャスター失格だね。みちゃこさんもう帰っちゃった。え、俺らの放送つまんなくて帰っちゃった。わかんない、帰っちゃったんじゃない。なんだよ、見るんだったら最後までいろよ。いてほしいのかいてほしくないのかどっちだお前は。いや、こういうね、煮詰まった時にみちゃこさんがこう煮詰まった時煮詰まった時にこうみちゃこさんがね、はい、こう、はい、あっぱらぱーって出てきてくれればもう盛り上がるわけ。なんかティッシュ2枚ほど取って。あ、はい。みさこさんいるぞ、いるらしいよ。え、どうにんの。見つけてやれ。いたよ。みさこさんは洗濯もあるんや。どうなの、大変だね。え、洗濯初日だぜ。おかしくね。自分機能があれもしかして洗濯が終わってなかったら持ってきたってこと。そういうことじゃないかな。うわぁ、洗濯する暇もないあれか、多忙アイドルだからね、しょうがないね。みさこさんうんこしてる。うんこしてんの、そんなこと言うんだね、あの人。モノ君いい男だね。どっからどういう、もう舞台の戦闘準備はできますって今。からいいんだよ、俺のアプリの通帳読まなくて。どうやって掃除してんの今。こう、そうそう、今これなんかね、こうなんて、こうなんつう、たわしみたいな中に、ね、中に組み込まれてるね。でぐる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 やると、だからこれ焦げ葉っぱの燃えかすがね、そうそうそう、ギリ合法の葉っぱのね、そう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 。千葉銀気持ちいいよな。あと睡眠を優先した上に昨日お風呂入ってない。うわっ、どれでくせえわけだ。匂ってくるぜ、こっから。まだあってねえだ。でもさ、変な話さ、はいはい、男が一日風呂入んなのと、うん、女が一日風呂入んなのと全然匂い違うよね、多分。あ、絶対男の方が万倍も臭いよね。まあなんか基本的にこう脂っこいからね、体臭、男の方がね、体臭は絶対女子の方が、そのあれかね、男性ホルモンの問題なんかね。加齢臭はまだ早いって、
それは君だけではミサコいい匂いだよきっと。いやー嗅ぐ勇気はないね。女はフローラルの香りやからな、うん、でシャンプーのね香りとかねするわけですからね。ハムスターの匂い。仙台から仙台行きました。千葉銀ってベース超かっこいいね。ありがとうございます。そんなこと言われたの生まれて初めて。生まれて初めてじゃねえだろおいこんな謙虚じゃないだろお前イケメンも臭くなるの。イケメン臭いよ。いやー結局ね女子はさ、うん、いくらイケメンできてもさ、うん、そういうとこ気にするでしょやっぱ。いやでも臭い多少匂うイケメンと無臭のブサイクだったら多少匂うイケメンを取るじゃん。いや、うん、意外とねやっぱね俺でも結婚できたわけですよ。意外と分かんないですよ説得力ないかもしれないけど見た目の良さより清潔感らしい。ほらほらねそうなんです。なるほどね、うん、無臭でお願いします。ほらねモノ君臭いの。俺ね体臭ないんですよって言われてるんですけどどうですかね体臭ない、うん、でもなんかずっと足臭いのが悩みだ足臭いのが悩みだってずっと言ってたじゃん。あそれはそうだ、うん、体臭あるじゃん。そうだね体臭だね。体臭だよ。そうなんですよ。なんで臭いんだろう。ね洗ってるの。モノ君臭そう。千葉銀全くにおい。千葉銀マジ臭いよ。全部臭いよ。千葉銀こそ体臭ないですよ全然。本当に？金体が金体じゃねえや。代謝がいいから。なんで今金体って言ったんだ。新陳代謝。そう。新陳代謝足の裏みたいな顔だからって。顔は臭いあれみたいな。大阪でモノ君嗅いだけど無臭だったよ。ほらほら足じゃないからねきっと。足以外はね、うん、無臭なのかな。今足に酔ってみててやだよ。はいありがとうございます。はいお借りしました。靴洗えば。あれ靴のせいなんかね。でもあれだよ上層だっけ。重層か。水の中に重曹を入れてこう振って溶かしてその重曹の水を霧吹きに入れて靴にバーッとかけまくって干してますよ毎回。そうじゃあモノ君にクリーナー借りたからアイコスメンバーをあげる。見けた。いやこれねあれなんですよ差し入れでもらったんです。あもらったんですか。お掃除用メンバー。これ高いんだよ。よかったね。そうなんです。めっちゃ嬉しいこれ。ファブリーズしてるか。ファブリーズもしてるよ俺、うん、本当に。今来たうどん配信終わった。うどん食い終わりました。そううどん食い終わりました。めっちゃ美味しかったねうどんね。やっぱ香川だね。さすが香川だよね。やっぱ香川ですよ本当にね、うん、まあねすごいって言われるだけありますよやっぱり。外で外配信で香川のうどん食べて、うん、もう今ホテル帰ってきちゃったもん。そうごめんね。確かブルガリって何なんだお前。おい美佐子俺が何の香水使ってたって話だろうぞ多分。ごめんね。ちょいちょい聞くのやめろやお前本当に。おいねブルガリとかって言うと元々うちの親父が使ってたの。あブルガリの香水よ。あそうなの。それ借りて親父の香水借りたのがきっかけだった。ああそういうことそうそうね。まああんまり借りるのも良くないなと思って、うんはいはい、自分で買ったわけですよ。あそう。あいいねって言って親父にね言うだろうって言われたから、うん、僕も買おうと思って。もともとうちの親父だったの。なるほどね。そうそうプーローム。いやプーロームっていうのかな分かんない。俺プーロームだった。白いやつ。え、あブルガリじゃなくてってことね。いやブルガミの中の種類。え白いやつだよ俺。透明なやつ。白い透明なやつ。そう分かんねえな。親父おしゃれだな。見て掃除した後なのにこの汚い汚さ。なんで香水使おうと思ったの。それはモテるためだよ。いやでもね高校生とかねそれくらいはちょっと使ってみようかなみたいな使いたいなっていうあるんだよね。高校生の時使ってなかったよ俺。まあはいそうっすね。俺は高校生くらいだった。俺専門家だよ使ったの。すいませんだいぶ遅かったよ俺で。モテた。モテねえよ結果香水なんか使ったところでね、うん、何も変わらなかったよ。でも
分かんない、使わないモノ君と使ったモノ君がの好感度を比べたら使ったモノ君の方が高かったかもしれない。綺麗なジャイアンみたいなのが、うん、その言い方ね、そういう時期ある。若気が至ってたんだね。無臭がいいんだよ。違う違う、若気が至ったんじゃなくて、とにかく、うん、いろんな方法を試してたんだよ。だもう何でもいいからモテたいと。そうそうそう、モテれば何でもいいから、何でもいいから自分が変わらなきゃって思ったわけですよ。偉い偉いでしょ、はい、そういう言い方だけ聞くとなんかちょっとかっこよく聞くでしょ、うん、かっこいいでしょ、うん、いい。でも今日のツバキ、今日のシャンプーツバキだぜ、うん、もうまたモテちゃうね。そうだよ、明日はツバキだよ。君たちの前に現れた時は。モノ君好きだよ、すごい前向き。モテ期ってありましたか？ありません。未だにありません。あ、でも今強いて言えば今かな、こうやってねコメントで冗談だか本気なんだかわからないですけど、うん、モノ君好きだよって言ってくれる、言ってくれてね、今かな。確かにね、うん、高校とかね専門の時ね、そんなこと言われるなんて思ってもなかったね。思ってもなかったですよ。いや、本当に過去のに戻って、お前はこんなに人々から好かれる人間になるぞって教えてあげたいでしょ。だからそんなひねくれた目で世の中を見るなよって。アルバムのこと言ってるんですか？俺のアルバムの顔のこと言ってるんですか？しかもさ、その三田子さんとかだからね、モノ君顔に出てるよねってそう言ってるさ。何は？そのひねくれた感が。卒業アルバムのこう写真を見て、そうだよ、この頃ひねくれてたってわかるみたいなことを、うん、はいはい、三田子さんもね。ね、あれはあれで初めて言われたからね。そんなわかるって言って。いや、まあでも確かにね、こう小中くらいの卒業アルバムのモノ君には邪気がないよね。いや、でもあれはあれでさ、なんか不細工な笑顔って嫌だったよ俺。美佐子お笑いしたね。どうだよ、あのね、あいつバカにしやがってよ本当に。よし、アイコスがめっちゃ綺麗になった。言ってくれる人はいなかったんだろう。あ、なんや、そのひねくれてるよ君って。急に邪気にまみれるよね高校。いや、逆に言うと俺高校じゃないんですよ。高校はもう真っ白、真っ白だから、本当にうん、表も裏もない真っ白な高校生活。そうそう、本当にみんなに合わせます精神。あ、それいいと思うよ、いいと思うよ。それいいと思うよ、それいいね。なるほど、なるほどね。そう。それいいね。なんかわかるわ。俺なんでもいいよ。今と変わんねえじゃないですか。いや、俺なんでもよくはないよ今。うん。真っ暗よりいい気が。いやだけど、だからもう。なんていうの、何もないかったからモテもしないし、うん、女の子と全然喋んなかったからね、うん、本当に多分かね、佐藤今の俺の姿見たら喋ってるってなると思うよ、うん、女の子と。そうそう、まあ、女の子とってか、まあそうね、短大の騎馬銀ウェイしててこうなってた。だって騎馬銀は短大の時はもうね、もうどっか引かれたでしょ。いやいや、千葉銀は腹黒、千葉銀は腹黒くないですよ。ちょっと計算高いだけだよ。うん。なんでお前今首かしげたんだよ。金属バット持ってそうだって。まあね、俺かい、それはボーイのことこうやって出てくるから、ここからっててね、ちょっと腹黒、それを自分で言うとこだわ。そういうのを腹黒って。ちょっと計算高いのと腹黒は別でしょ。まあまあ、自分のことを腹黒って言わないのが腹黒。ちょっと待って、じゃあ腹黒くないやつは自分のこと腹黒って言うのか。謙虚だからね。あ、そうか、なの、うん、何学部ですか。僕は保育科ですよ。子供をあやつ、まあまあ、あれだよね。そうそう、そうそうです。それで
女の子にモテようと思ったわけでしょ、子供好きでっていう保育士、そう、そう、保育士、保育士免許持ってますよ。でもさ、リアルな話の理由言ったら結構あれだよね、あのバンドしながらできる職業は何かっつってもともと探したのは、ね、まあまあまあ、そう、そうだ ね、あのちょっとニュアンス違うんだけど、なんで保育士行ったの。だから俺もちょっと久々にこの話するけど、あの高校を卒業するときにもうあの大学も行かないで、あの就職をして、あの就職しながらバンドをやるから俺はもう就職しますって言って、親とか周りに言ってたら、が先生とかに言ってたら、もう割とこう反対されまして、こう猛反対には、周りからの猛反対にはいい、こういやもうそれだけはやめとけと、どうせバンドなんかもうあの売れるわけねえんだから、なんか、ね、高校出てなすぐ就職してって言ってするよりも、なんかこう、なんかこうバンドのこの次の次の次くらいでいいから、なんかちょっとでもやりたいことの学校にとりあえず行っとけって言われて、で、バンドの次にやりたいこと何かなと思って、あ子供好きだなと思って、あの保育課に行ったんです。そしたら行ってみたら、もう保育士はもう給料が安い、時間がない、バンドなんか兼業両立できるわけがないっていうことが分かって、あの保育のお仕事でお金を稼いだことはほぼない。大変だよね。そうそう、大変なんですよ。そうなん、そうなんですよ。まあでも一応もともとはその一応両立させようと思って一番最初は行きました。そう、そう、いい先生がいたんだね。もうそうですね、バンド辞めたら働けるね。いやーね、短大卒業してもう何年ですか。もう十何年ずっと保育の世界に携わってきてない俺を拾ってくれるところがあったら、まあ働けるかもしれないけど。一応資格は取ったんだもんね。資格はありますよね、あの保育士、保育も、保育士もあるし、幼稚園教員二重っていうのもあるし、千葉銀先生はギター子供に聞かせてくれるんだよな笑い。いやでもあの俺あれですよ、その保育課の実習で実際の幼稚園行って実際にあの先生して時間受け持ったりするんだけど、そこであのギターで、お、何を聞かせるんですか幼稚園じゃねえか、あの保育、俺があのあのあれですなんでだろうのじゃ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 をやりながら、はいはい、ヒストリーゲームをするっていう、なるほど、遊びをした。そうそう、なんでだろう、分かるんですね。なんでだろう、分かったんです。その頃まだ流行ってたんで、はいはいはい、それを俺が弾いてる間にこうぐるぐる回ってピタッと止めたら椅子を取るみたいなゲームとかはしてましたね。そうだよね、最近の若い子たちは本当にテレビがもう当たり前のようにある時代だから。お前もちっちゃい頃テレビは当たり前にあるだろうが。あるだろうが、テレビはさすがに。そう、千葉銀が一応ピアノもその必須科目だったんで、その頃は弾けてましたよ。もう今全然いじってないんで、もう無理ですけど。その頃は弾けてました。今保育士不足してるから給料良くなってるね。なんか給料上がったらしいでね。大変なんでしょう。通りでのこやみさこの保育がうまいわけだ。いやまあそれはね、こうちょっとは関係してるかもしれないね。そんなに給料良くないです。良くないよね。普通に働いてる人っぽいコメントが。モノ君は音楽の専門で何を学んでいたの？僕はエンジニアにはなれないなっていうのを学んだ。あ、まあでも大きく分類すれば俺と同じことかな。俺も保育士にはなれないんだなっていう、そう、バンドマンと両立はできないなっていう。今構ってじゃん、専属保育士さん。そうっすね。だって俺最後に就職の説明書いたの警察官だもんね。関係ねえじゃねえか。そうだよ、関係ねえじゃねえか。自衛隊と警察官の説明会に行ったんだからね俺。本当に。え、それはもう何、エンジニアになれないっていうのは何でそう思ったの。いやもう勉強してるうちに。じゃあ説明なんかこうみんなね分かりやすい。いやもうね、でも難しいんですよ。あのね、一言で言ったら、あっちの部類って、まあまあ実際にね、エンジニアやってる人からしたらもう現場で
覚えることが一番多いから、うん、そう学校で習ったことなんてっていう話なんだろうけど、もうこんなんだよっていう、うん、まあまあそこはまあ置いといて、まず学ぶことがもう理系なんですわ。そう、電気は電気系とかね、もう音とはっていうとこから入って、はいはいはい、音はまず振動であり、うん、ね、うん、あの波なんだよね。そうそうそう、うん、あと二進数とかも覚えさせられたからね。ほう、デジタルは1と0しかないから、うん、たらかんたらとかもうわけわかんないわけ、うん、はいはいはい、はい、ほう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 、今から警察官目指そう、無理だよ、それは遠巻きに構ってじゃん、やめろって言ってるのか、うん、しかもあれだよ、もう亮さんみたいな感じになるのもありかなって思ってみたらね、ああ、うん、やる気のない初主導の、あと青島、うん、そこら辺のね理系無理、そう、わけわかんない、ほんとわけわかんない、なるほどね、難しかったんだろう。授業は真面目に受けたんですか。一応ね、うん、でも全然わかんなくて、もうノートは取ったけど何を自分は勉強してるのかわかんなかったよ本当に。これは今何の話をしてるんだろうと思いながら、うん、ノートと思いながらノート取って、ノートだけを取るっていうね。そうそうそう、でも分かったら楽しそう、まあ音のこととかね、楽しそうですよね。まあね、まあ本当にリオさんと青島は対局って言われてます。いや、どっちも同じようなもんでしょうよ、結局こうね、神の力によってこう活躍するっていうね。まあ、うん、気違い配信を取り締まって ね警察官になったと思ってね。そうだよね、警察受けたっつってたよね、こうね、言ってた言ってた。そうそう、あとはあの某ネズミの PA、もうネズミランドの PA、 ネズミランドの PA を受けた、うん、そう、それって就職なんだ。そう、就職なんだ、多分その受け負ってる会社だと思うけどね。なるほどなるほどなるほど、落ちましたけどね、普通にってやつね、うん、そう、でもなんか俺の一緒に受けた2人は受かって、まあ、その後厳しくて辞めたらしいけど、みんな辞めてるわけよ。きつかったんだ、まあ、理由、詳しい理由は分かんないけど、じゃあ厳しい世界なんだね。残ってる人があんまりいないわけでしょ、その世界に就職した友達も、うん、もうやめてる、うん、保育の勉強はどんなの。だから本当にあれですよ、あのほら君たちの幼稚園だってさ、あの3ヶ月に1回とかさ、季節が移り変わるごとに後ろの壁紙とか変わってきてたでしょ、ああいうの作ったりとか、手遊びみんなで考えたりとか、ピアノの練習も必須だし、あといろいろありましたよ。壁紙作れんの。壁紙も作りましたよ、頑張って。折り紙とかで。折り紙とかで。大変だよね、超大変あれ。だからあれでしょ、6月なんて言ったらさ、アジサイ積み上げる。そういうこと、そういうこと、そういうこと。夏って言ったらトンボとか買うとか。そういうこと、そういうこと。プロでしょ。そう、秋、ね、秋ってイチョウとカキと。そうです、そうです。秋っぽいものをこう。そうと、ね、あれ、大変だぜ。俺ら幼稚園通ってる時はさ、おなんか変わってるなって思ってたけど。ああ、ね、あ、なんか変わってるなじゃねえんだよ、あれ。そう、変えてんだよ、保育士さんが、ね。大変だよ、あれ、ほんとに。去年の使い回しは。いや、1年働いたらそうなるのかもしれないけど、ね、やってる人はいるかもしれないけどね、うん、大変さ分かってもらえて嬉しい。ああ、働いてる方かな。実習どうだった。地獄だったね、地獄。だから結局あれなんですよ、奥さんって結局ですよ、詰まるところですよ、うん、やっぱね、親と先生が大変なんですよ。なんかドミスティックバイオレンスとかあるんですか。でもそういうのじゃないんだけど、もうただただ子供と遊んで一日過ごして、ただただ毎日子供と遊んで過ごせばいいんだったら、むずい楽な職業だと思いますよ、はいはい、ただそのこう親宛てに、今日は何々ちゃんはこんな子を今年出ました、はいはいはい、良い子でした、うん、って言って、うん、毎日毎日日誌とか渡すわけですよ。あれよ、大変なの。俺それ残ってたもん、うん、家に、幼稚園のやつでしょ、うん、そう。モンスターで実習も日誌を書かされる、はい、担任の先生に渡すんだけど、今日も書きました、今日あったことは何々ちゃんが、じゃあそういうのじゃない、俺らがやるのは先生になるための日誌を書くわけだから、うんうん、先生は
こういう活動を1日やりましたっていうのを全部観察して全部つけて、うん、その時に先生が気をつけてたらここはこういうことですとか、そういうのを全部丸1日の観察にして全部観察した上で遊べと、子供とそういうのをもう毎日2ページびっしり書くわけよ。はいはい。もうあれが超大変だった。それやりながら自分がその俺ギターで遊んだって言ってたけど、そういう自分が実習する日に向けての練習実習案、とかを出したり、ね、俺もほんと地獄だったな、あれね。子供好きなんだ、子供は好きなんだから、子供と遊んでるだけでいいんだったらほんと楽なし楽しい職業だと思う、本当に。だから遊ぶんじゃなくて保育やる、そう、そうなんですよ。だからそれが大変なんですよ、やっぱり。うん、ねえ、その中にね、モンペとかいるわけですよ、モンペとか。モンペってモンスターペアレンツですよ。はいはいはい、ね。報告書はどの業界も大変。まあね、そうですよね。そうなの、そうなの、うん。子供と遊んでる暇なんてないよね。いや、遊ぶんですよ。遊ぶんですけど、遊んだ上でやんなきゃいけないから大変な、大変なんですよ。リアルモンペやばすぎる。野くん寝癖って寝癖だね。いろんな親いるだろうしね、そうなの。あとね、上司の先生とかね、にぐちぐち言われて、まあ、そういうのでみんな結構やめてっちゃうらしいですよ。なるほど、ね、新人いじめみたいな。みたいなね。慣れればできそう、千葉県。いや、だからもうバンドをもう完全に諦めて、それだけをやれと言われたらできると思いますけど、頑張ればね。うん、結局人間関係が、まあ、ほんとね、詰まるとか仕事は全部そうだと思う、俺は。どんな自分がやっててつまんねえなって思ってる仕事でもやりがいねえなと思う仕事って、周りがみんないい人だったらね、割と楽しくやれますよね、きっとね、仕事ってね。ねえ、どうかね。そう、ものすごいやりがいのある仕事でも全員周りクズばっかりだったらね、やっぱ仕事って辛いもんですよ、やっぱり。うん、それはわかる。そうだね、そう、わかる。そう、ほんとそう思う、それはそう思う。うん、だよね、仕事って人大事、ほんと大事だと思う。職場恋愛はあった？だから僕は結局就職という意味ではドカタしかやってない。ドカタと一応ミュージシャンだけなので、まあドカタで職場恋愛やったらあーって感じになってしまうので。え、親方とかジムとかいるでしょ。ジムのおばちゃんはいる。おば社長の嫁。社長の嫁はいる。社長の嫁とかやばいね。奥さんいるんですけど。ジムはね、なってたら今頃みんな集まってて遊びするよとか言ってたのか。いや、それも言ってました、言ってましたよ、当然言ってましたよ。とかだでおぼらしね。大変でしたよ、どこでも。いや、まあ話聞くとめちゃくちゃ大変そうですね。大変でしたよ。もの君は就職歴と言ったらないですよね。ゼロ、ゼロですよね。JA 受けて答える。今もね、ニートみたいなもんだもんね。そんなことないですよ。そうですか、うん、今ちゃんと働いてますか。バイトですけどね。バイト、うん、あ、これ、あ、これね、これ、これはね。お前バイトでかまっとちゃんやってたのか。時給いくらだよ。ね、時給いくらだね、うん、バイトリーダー。バイトリーダー。バイトも社員も大差ないよ。まあまあね、今のご時世そうかもしれないね。研修。モノ君ね、モノ君かまってちゃん、まだ研修期間中だもん。そうですね、うん、研修7年目ぐらい。7年目。すごいブラックだよね。来年は就職させるからっつって研修期間をずっとやらせてる会社みたいな感じ。すごいよね。かまっての時給計算、時給換算したらね、だいぶつつましい感じになるけど、うん、何マジかカラオケ行くんだけど。何、どういうこと。何の話をし始めたの今日。リーダーってバイトリーダーってことだったのか。そうですよ、うん、私今就職活動中です。ああ、頑張ってください。転職だったよ、転職。あ、転職活動中、うん、大変じゃない、転職なんて。なおさら。いや、今年さ、新年始まってさ、
一昨日くらいに初めてあの実家に顔を出したんですけどさ、はい、俺の弟さ、うんうん、22歳らしいぜ。いや、まあびっくりしない？びっくりはしないよ。びっくりしない？びっくりはしないよ。この前までこんなんだったって。そうそう、この前もこんなんだ、ちっちゃくねこんなんだったの。そびり人形じゃねえかお前。本当に叩いてたやつはよく言うよ。え、弟は叩いてたやつはよく言うよ。いや、それ叩いてたけど、ひでえなと思ったわけで。いや、でも就職活動が始まるんだって。ちょっとね、何になるんですかね。いや、それは俺もおっさんになるなと思って、うん、聞いてないんですか、何になるのか。聞いてないです。聞けよそこは。いや、でも分かんねえっつんだ。え、弟は、うん、分かんねえ自分で分かんねえって。分かんねえって。何を目指してるのか分かんねえ。分かんねえって大丈夫かそれ。分かんねえって。自分も同じだけ年取ったんだなって。もうそうなの、そうなの。私と妹くらいかも。9個下なんで、僕が今年一応32になる。はい。で、弟が今年21か21になるのかな。彼女とかできてないの？いや、全くできてないらしいですよ。全くできてない。全くできてないです。じゃあもうあれ以来全く音沙汰ない感じですか？え、そのお経験の方は。お経験も全くないんじゃないですか。わあ、かわいそうに。お経験はインドばっか行ってるの。いや、インドは俺と行ったきりです。そんなばっかりは行ってない。いちいち兄弟に報告するかい。いや、ないみたいですよ、うん、うちも9個下。あ、すごいね。13、12、7つ上に姉がいます。やばいね、それね。13個上の姉ってもうそれすごいね。千葉銀何人兄弟。僕はあの男3人兄弟の真ん中です。兄貴と弟がいます。兄銀は元気、兄銀はまあ元気そうですよ、うん、ああ、長崎88番行くから安心せい。ありがとうございます。弟さん、千葉ガールに食われないように食われないでしょお兄ちゃんいくつ。お兄ちゃんは2個上の今年で34。今年で34。今年で30。真ん中って何もないイメージ。何もないって。まあね、何もないですね。モノ君は末っ子ですね。もう3人兄弟。3人兄弟、兄と姉がいる末っ子ですから。もう末っ子。末っ子っぽいよね。うん、そうっぽいでしょ。僕何を。嘘、うん、めっちゃっぽいでしょ。俺末っ子っぽくない。え、でも下にいるとは思わないでしょ。真ん中を気を使うんだよ。真ん中気使うね、うん、まあでも俺あの言うても真ん中は真ん中ですけど、その弟がもう9個も離れてるんで、ね、割とあの2人兄弟の下になんかちょっと大きくなってからペットが生まれたみたいな、そういうそういう感覚、そういう感覚、ね、感覚なんです。おい、ペットが生まれたって。なんか兄弟がみんなで3人で育ってきたみたいな感じはあんまりないんですよ。あんまりペットが生まれた、うん、ひでえな。感覚で、感覚だな。いやいやいや、気持ちじゃないよ。気持ちはペットだと思ってないよ。そりゃそうだけど。感覚でも十分ひでえよ、お前。いや、うん、そう、可愛がってた。そう。それは叩くわな。まあまあ叩くわなって言っても、まあ、この極悪非道ペースが。叩くのはもちろんね、その弟くんがね、それなりに悪いことをした時だけどね。いつまでも小さい存在にしか思えない。そう、それがもうね、21になるからびっくりするよ。いやー、ねえ、まあ兄貴としては心配でしょ、いろいろと。そう、まあ心配だね、うん、心配だね、うん、マックスぐらい。なんじゃよそれ、マックスぐらい。唐突に。弟にお年玉いくらやったの。5000円だよ。あ、あげた。毎年あげてるよ。かっこいい。毎年あげてます。かっこいい。見直すわ。あげるんだ。あれですよ、
これ見直します。本当に自分の心配しちゃう。そうですか。これ見直します。あの僕はね、あの言うたら、まあ、割とこう二十歳を、うん、まあ、ちょっと過ぎたくらいまで、あのじいちゃんばあちゃんがまだ生きてて、はい、じいちゃんばあちゃんがもらってたんで。なるほどね。でね、弟はもう割と弟まだそんな成長しきってないうちにじいちゃんばあちゃんどっちも死ぬもなくなっちゃったんで、もうどこからももらえるところが少ないんで、なるほど、ね、せめて兄からあげようかなと思って、じいちゃんばあちゃん死んだ時からずっとあげてます。おお、いいじゃないですか。ちなみにうちの兄貴からはお年玉一回ももらったことないらしいですまあまあ、言うたらそんなにあんまりないですよ、兄弟からもらうなんて。まあでもね、年がね、そんな離れ、めっちゃ離れてるからこそのあれだと思う。その普通はないと思う。うん、うん、俺ももらったことなんかもちろんないし。いやでもそれはいい話ですね。銀さんにいい人が現れますように。それはいい。プロミスからもらったって、もらうっておかしいだろ借りてるじゃないですか。プロミスさんそんなね、そんないい人じゃないですからね。5000円かよって逆に。普通はないか、まあ、だから普通の兄弟ではそのお年玉とかはありえないと思いますよ、多分。うん、千葉銀の兄貴は結婚してないですよ。もうね、うちの兄弟はもうね、ろくでもない。ろくでもない。うちの兄弟はろくでもない。親孝行者が一人もいない。まあまあ、でもいいんですよ。はい、言うたらやるんですよ。こんな言い方するのもなんですけど、うん、順番ってのはちゃんとあるものですから。一番上が結婚しないなら別に、そこから下はまだ結婚しなくて別にいいんですよ。そうなんですか、うん、そうなんですか。ちゃんと順番守んなきゃ、そこはね。ちなみに、あの街道家の一番上は、はい、いないですけど結婚してない、してないですけど、ね、してないですけど、二番目が結婚しました、ね、結婚しました、しましたね、うん、兄弟仲いいの羨ましいな。俺なんて姉ちゃんと20年以上まともに喋ってない。あー、まあまあ、でもそういう兄弟もいますよね。ただうちも仲別にいいわけじゃないですよ。なんか弟はペットみたいな感覚で可愛がってますけど。感覚なんですか君。別にうちの兄貴はいまだにクズだなと思うし、うん、そんななんかこう悪いわけでもないけどいいわけでもないですよ、うん、ペット感覚ですよ。そうです。のこさんのお兄さんには会ったことある？ないんですよ。それないんですよ。だってそれはそうでしょ。ね、だってのこが連絡先知らないんだよ。俺らが会ったことあるわけないじゃないですか。そうだね。そうなんですよ。社会人なのに金困ってた頃お兄ちゃんに落としてもらった。いいお兄ちゃんじゃないですか。クズくらいがちょうどいい。のこさん一人っ子っぽい。まあでもね、二人兄弟、兄がいます、うん、兄が。未だ謎のベールに包まれているのこの兄。だからのこがのこの兄のことをほとんど知らないそれ以上に情報が来ないっていうだけだよね。のこさん末っ子感、のこさん末っ子感ありますね、うん、末っ子っていうのが一応二人とはいいと。もう末っ子長男子なんだけどね、うん、千葉県真ん中から出て、ほんとのこは妹いるかと思ってた。いや、下がいるとは思わないね。思えないね、それはね。お兄ちゃんを知らない弟。メンバーみんな兄弟いるんだ。そうね、美佐子さんも一応長女の妹が一人いますからね。のこはにたまにライブ来てるらしい。いや、たまにはちょっとあれでしょ、助長ってかね、だいぶ持ってるでしょ。一回来たことがあるとかそれくらいのレベルだと思いますよ。一、ね、回二回、うん、うん、父さんがまさかの長女なので。一回来たって言ってた。いや、俺もなんかその話はチラッと聞いた気がするな。一回来たとか、うん、なんとかっていうのは微妙に気になる兄弟たち。誰か一人だけ画面に映してあげるよって言ったら 誰がみんな見たいですか。のこ兄と、もの兄姉、俺兄弟、みさこ妹、この6人、6
6人もいるんだ、結構多い。そうですね、千葉兄、千葉兄が一番見たい、ほんと。美佐子妹が見たい、のこ兄が見たい、のこ兄、美佐子妹、ペット、ひどい、千葉兄のペット誰かまともに、まとも社畜人間おらんのかい、ね、のこ兄は社畜なんじゃないですかね。そうだね、うん、うん、あと俺の兄貴も一応社畜。ああ、姉がね、うん、ユキヤのシルバミニアファミリー、それはちょっと全体を指しすぎたな、ちょっと。のこ兄が写真見せたことあるからね、俺は兄弟。あ、ほんと、うん、みんなに見せたことある、見せたことある、ほんと、うん、そうなんだ。みんなをシュッて写してる。絶対無理、絶対無理、絶対無理。全員集合してほしい。あのね、そうそう、あの白熊生誕祭で、あのやった時はもう家族とか全員出しましたけどね。そうですね、全員出しましたけどね。言ってないですけど、親に言ってない、言ってないけど、内緒で、内緒で配信しねえからいいやつって白熊では、でも配信で言われてこの写真見せたんだよ、みんなに。ああ、そうなんだ、いいの、俺見せていい写真だろ、俺初めて見るけど、この写真本当に、これ配信見たの、 いい写真だね、酔っ払ってこれ見たことあるよ。これがカイドウ、カイドウ一家です。あら、いい写真じゃないですか。手前、結構前だよね、これ。一番手前が兄ですね、うん、その奥がお姉ちゃん、うん、一番奥でアホみたいなポーズしてるのがモノ君で、うん、その隣がお父さん、うん、お父さんの手前がお母さん、うん、アットホームですね。へ、これあのちょっと見せて、これあれだよ、還暦パーティーをやった時、あらららららら、ら、ら、そう、街道組です、これ。うわ、お父ちゃん久々見たわ。あ、本当に、うん、もうだいぶ老けてるでしょ。だいぶ老けましたね。ね、いや、俺もでもだいぶ老けてるよ、ほら。ああ、いや、でもダンディーだね、やっぱね。ダンディーなのかね、パパ。ダンディーだね、やっぱね。誰が撮ったの、これ、店の人撮ったの。お店の人でしょ。お兄ちゃんあんまり似てないね、和みました。あんまり似てないんだよね。犬元気、元気だよ。なんか足腰悪くなったって言ってね、あら、歩けなくなっちゃったって言った時あって、シーズぞ、シーズ元気じゃねえじゃねえかよ。いや、でも治ったの、治った、治った、ちゃんと治った、うん、心配だったけど俺もちゃんとあの歩けるようになって。なるほどね。カイドウ家和む、和みますか、そんな別にあれですけど、実家はいいんですよ。いや、俺さすがに家族の写真はネットに流せねえな。ね、いや、俺もわかんない。これ良くないかもしれない。良くないよ、絶対良くないよ。絶対良くない。でも、お、一回見たことあるもん、これ。一回見たことあるよ。生誕の時に使った写真フプシに、あ、ごめん、それはね、ちょっとね、今作業中です。あの、やります。やります。やるはやります。許可なし、許可なしだよ。うん、あの生誕で使った写真はちょっとまとめる作業をちょっとしてるんですけど、あまりにも使える写真使えない写真が多すぎて、まあ、あまりまとめるの大変っすよ。あれよ、配信、結婚式配信で写ってるからね、うちの母ちゃんとかいるとは。まあまあね、うん、確かにね、僕家族いないから羨ましい。ちょっとかわいそうな話になってきたわ、急に。いや、まあね、家族ね、あれですよ、痛みなくても一緒さんだもん、うんん弟銀は羽生くんにだったよね。あ、だ、羽生譲るを縮小、お前これ、ま、あれだぞ、流すなよ。羽生譲るの本気マジでフルスイングで50発殴ったような顔ですよ、うちの弟。いやいや、そんなことないよ、可愛いよ結構イケメンの部類に入ると思う。嘘かい。美佐子妹が見たい。美佐子妹は配信出たことあるからね。まあ、ね、顔隠してます。隠してないよね、うん、いいな、羽生結弦とか可愛い。多分羽生結弦は可愛いと思いますよ、うん、千葉銀の作文貼ってね。いや、誰も読めてないんだから。え、千葉銀の作文は貼らないですよ。無断割愛しちゃうと家族に訴えられるよ。そうだよ、訴えられるよ。俺のせいじゃないからね、本当に。マジでやめてねうん、作文ちゃんと読めなかった。千葉銀紐にしてくれ、俺を紐にしてくれよ。掲載ね。はい、掲載。はい。
セッコはすぐ責任逃れする。それをそう。ガッサイ。作文の内容クソ気になる。俺のね、中学校のね、作文ね。作文見たい。急に文章読みたかった。いつもギリギリをするのは構ってたんです。お茶。随所を見せて。随所ないよ、残ってないよ。しかしいいキャスだな。本当ありがとう。こんなだろうね。ピルクル、違う、飲むヨーグルト。好きだよね。作文取り出すのかと思った。持ってくるのもすごいよね。今日のこのツイキャスのために持ってきたわ。いや、いいっすよ、作文。ダメだ。いや、今読んでもいいやと思ったんだけど、俺の携帯に入ってるから、携帯使ってるから読めない。あ、読めないね。そうだね、無理でした。かまってちゃんメンバーの兄弟は音楽やってるんで、やってないよ。うちの親父はコピバンでビートルズやったことあるくらい。あ、そうなんだ、うん、なんかギターあったっつってたもんね。そうそう、家にね、うん、うちの親父は三線弾いてます。三線？最近？三線。すごい趣味に行ったね。意味ないですか？けど。ビギンとか弾いてます。へえ。ま、ま。難しいんじゃないあれ、うん？フラットでしょだって。フラット。フラットじゃねえ。フレット。フレットないでしょ。フレットレス。そうそう。フレットレスでしょ。そうそうそう。で、うちの兄貴はなんかいろんな国の民族楽器をポコポコしたり、これ何ね、なんかやってるよね、ペケペケしたり、ブワーって吹いたり、いろんな国の民族楽器をやって、エスニックバンド組めんじゃない家族で。で、弟は最近辞めたらしいけど、うん、一応あのあれだよね、あのビッグバンドみたいなサークルに入ってたらしい。ビッグバンドじゃないか、ジャズ、ドラム、ジャズ、うん、ジャズだと思った。あれマンドラじゃなくて何だっけあれ、えタブラ、タブラタブラじゃなくてドラムで、ドラムで弟は兄貴バックパッカー寄りだよね。寄りってのはバックパッカーだよ、まあ、ゴリゴリのバックパッカーだったからね、うん、うちの兄はボコボコベケベケブオー。そう、本当にね、家族ってたまに兄弟いて実家とか集まったりすると超うるさい。夜中になんでこんな音がするのっていう、多分音が漏れてると思います。え、ジャンプったりしてんの？ブオーとかって俺もあのめっちゃでかい筒みたいなやつ、はあはあ、唇でブーって鳴らすやつなんだけど、俺ちょっと吹けるんだけど、もうそれがとんでもない音するの。へえ。なんていう楽器？ブブゼラみたいな。いや、ちょっとブブゼラとは違うんだけど、あ、こうそれディジュリズ、はあ、ケータ作る。そう、ご近所さんとか大丈夫なのに、俺もこんな音出して大丈夫なのかなって思いながらやってるんだけど、楽しい家族。セッションしてます。セッション長いはね、戦闘前に。そう、ディジュリズ、そう、びっくりするよ、うちの兄貴のディジュリズ。息継ぎをしながら吹く。はいはい、鼻で吹く気で吐くの。循環呼吸とかいうらしいんだけど、うん、でも永遠音が出続けるの。うん、全然できないから。まあね、ちょっと練習したんだけど、全然できない、あれ。呼吸難しい。本当難しい。アボリジンなの。そう、アボリジンなの。そう。ずっと息吸う吐くみたいな。そう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 。ディジュリドゥ吹けるのすごい。いや、俺も一応音だけは出るんですよ。ただ循環呼吸はできないですよ、全然。循環呼吸俺もできる。あ、でもできるんだ。なんかやっぱね、何管楽器ですか？そのなんか、はいはいはい、ああいうのやってたような人はできる人いるのかな？もしかしたら。兄銀が一番見たくなってきた。お。兄銀ダンディーだよね。いや、ダンディーの話をしたら、あなたの父親が一番ダンディー。ダンディー。ダンディーランキングをつけたら、なんつうんだろうね、あの白馬くぐってきた顔してるよね。まあ白馬くぐってきたんじゃないですか、知らないけど、うん、演奏に行きそう、循環呼吸。
5時まで歌うけど早く寝ろって何の話をしてんだお前は、人だけから一人だけおい兄貴が演奏してるとこ見たい。じゃあなんかね、じゃあ次回のゲストは兄貴で決定。動画かなんかに撮って いいじゃん、ね、あげましょうかね。こっそり撮って今度セッション会があった時にね、うん、こっそり撮って一応許可取っていいって言いそうだよね、君の兄貴ならあいよって言いそうだよね。いやでも顔とかは出さないけど、顔出さない、顔出さなければ大丈夫なんじゃないですか。うん、千葉銀もしゃくれてるって。兄貴イケメンだってどうなんですか。イケメンだと思うよ、うんうん、俺もあれクラスの同じクラスの鈴木くんっていうイケメンがいたんですけど、はいはいはい、お前はいいとこ全部兄貴に取られたんだなって言われたことがあるんで、まあ、ひどいこと言う、ね、まあ、割と整った顔なんだと思います兄貴は。そいつ何様そいつ何様だそんなこと言われたすげえ話だなそれ、初めて聞いたけど。兄貴イケメンだわ。ちょっと待って、お前なんだかお前見たみたいな、やめろお前、ちょっと怖いからやめろ。それ鈴木くんね、うん、鈴木くんはでもイケメンでしたよ。イケメンでしたよ、うんうん、美容室で働いてましたよ。今でも頑張ってんだもんね、うん、ねえ、この子はお父さんとニルバーナのレイプミューもセッションしてきてお父さんギターで弾けねえそうだよね、多分ね。俺も兄貴にいいところ、容姿も性格も取られた。いや、性格は確実に俺の方がいいですよ、兄だったら、うん、性格はね、俺の方がいいですよ。兄貴はメガネかけてる、かけてない、かけてないですね。でもコンタクトしてんじゃないかな、もしかしたら。鈴木くんみたい新しい意見が、ね、鈴木くんイケメンでしたよね。イケメンでしたね。モテましたね。モテたのかな。モテてた、運動神経も良かったしね。真ん中こずる賢い、兄貴もしかして漫画のネタにされたことある。何の話をしてるの漫画のネタって何何の話、何の漫画の話。長男に頭脳、次男に顔面持ってかれたよ。あなたは三男でこう何も残ってなかったっていう、そういうことかな。かわいそうに兄貴もホモなの。兄貴はホモじゃないです。お前もだろうが兄貴はって言ったら俺はホモみたいな感じになっちゃう。小野兄はどんな人なの。小野兄の話、典型的なオタクです。おお、ね、さっきね見たら分かると思うけど典型的なことです、はい、なんか今ハマってるゲームとかアニメとかなんかあるんですか。いや知らない、漫画とかそういう話はしない。あの XBOX、うん、家にあるって言ってたぐらい。ああそうなんだ。そうだ、プレステ派じゃないっていう、過去丸派、クソ箱、そうクソ箱で、俺誕生日プレゼントでプレステ4もらったから、うん、プレステ3今度持ってくわっ って、あげるよって言ったら、うん、あ、マジでありがとうって言ってたくらい。なるほど、自分院さん兄弟は浅野犬漫画顔、あ、弟はギリ出てこなくもないかな。あ、弟はいるかも、うん、いるかもね。あのモブキャラだけど兄はちょっと違うよね。兄はバキそんないないよ、パッキーには。パッキーには出ない。兄貴はパッキーだね。何オタクなの。薄い本だから、ゲームが好きなんだよね。そう、ゲームモノくんの兄はね、うん、兄はパッキーですよ、出てくるとしたら。千葉銀は犬漫画が多すぎる。そうですか、そうですか。スクーターで引かれちゃうよそんな兄貴強いの。いやいや、強くはないと思いますよ。強いと思いますよ。裕次郎まで行かないね。物いいお兄ちゃんじゃん。うん、まあまあ。ね、なんか昔ね、そのゲームのサントラとかで兄弟で盛り上がって。あ、そうね。ね、それはまあ感謝してますよ。そうですよ。うん、だから俺がね、
小学校の頃とかかな、モノくんち遊ぼう、遊びに行ったらキーボードみたいなね、ピアノね、電子ピアノだよね、電子ピアノあって、うん、それであのドラクエのオープニングとか弾いてくれて、階段オープニングは弾けないけど、うん、階段すげーって言ってた記憶ありますよ。オープニングの曲弾いてたよ。オープニングはドゥ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 でしょ。あれじゃない。タタタタタタタ。あれは弾いてたよ。あれは弾けないよ。いやそんなあのちゃんとした和音じゃなくてだよ。まあまあまあね、カイドウすげーって言ってた記憶ありますよ、小学校の頃。うん、カイドウローランドね。アニキンでダライラマを縛れたんだっけ。ダライラマに会ったことがあるっていうね。アニキン芸能人の誰にって、ね、ちょっとまあ感情悪くして。しちゃったら申し訳ないんだけど、うんうん、推しを学ぶあとまあまあ、あのね、似てはないよ、うん、似てはないけど、こう人類いろいろ系統があるじゃないですか、うん、ゴリラ顔の人たちとか、そういう意味合いで言うと系統は入ってる、あの感じでしょ、あの感じの系統です、もっと似てる人いるんだ、あの感じの系統の顔、もっと似てる人いるんだけど、うん、似てはないですよ、似てはない、雰囲気あんな感じ、うん、似てはない、また確かにあの系統はそういう、あれ、矢田亜希子泣かせるな、めっちゃイケメンじゃん、ほう、イケメン、イケメン、イケメンすぎる、あ、濃いんですよ、顔が、うん、そう、ちょっとああいうね、ちょっと濃いめなの、顔が、うん、まあまあまあ、千葉銀と似てなかった、似てないかな、うん、マサトとお塩学ぶをフィールドとした感じかな、ニッチ系な系統千葉銀割と薄いのにね、顔はね、うん、弟は誰に言ってた、系統で言ったら羽生結弦系のあの、うん、そうだね、あの白いあの制服着たして、下黒いズボン履かしたらもう新次君、新次君寝ます、おやすみ、おやすみまあまあ怖い顔、背は高い、俺よりちょっと高いわ、まあまあ怖い顔って、まあまあじゃないよ、怖いよ結構、中学の時とか怖かったよ俺、兄弟で結構違うんだね、結構違いますね、中学の時に兄貴が怖かったのは、でもやっぱあれですよ、学年がありますよ、まあまあまあ、うちらの2個上の学年がもうなんかどんなドキュンのドヤンキーやったからね、 ドキュンのスクツみたいなもう感じの、ね、学年だったんで、2個上とか怖くてしょうがなかった、怖かったね、うん、めちゃくちゃ怖かった、その怖い集団に会うと、お弟じゃんとか言って俺絶対声かけられるし、もうね、たまったもんじゃないよね、あ、巣窟なの、巣窟なの、分かってますよ、知ってますよ、怖かったんです、ね、でもまあまあ、あの因縁つけられることはなかったもんね、逆に言うとね、可愛がってはもらえた、ね、よね、うん、ただそのノリにこう無理やり合わせなきゃいけないっていう辛さはあったよね、ノリは合わせてなかったけどね、まあ、いちいち声かけられるからね、あ、こっちはそうみたいな、そうそうそう、そんな感じはありましたね、うん、とにかく田舎の中学校ですから、そうですね、うん、そういうの懐かしい、うちも1985年で姉ニコウェアは分かるでしょ、なんかこの学校にさ、自分らが新入生の1年生の学年に3年の知り合いたちがいるみたいな感覚、わかるね、わかるよね、うん、想像で知恵熱でそう可愛がってもらう意味深、金八先生の世界、姉真面目だったんだね、あ、なるほどね、上が優秀だと辛い、まあ優秀ではなかった優秀ではなかったね、年上兄弟がいると年上付き合い上手になりますよね、 そんなことないけどね、そんなことない、二つ上だと先生とかからも言われるような、あー何君の弟ってね、はいはい、200年上は教室でブラジャー飛び交ってた、女子校かなんかですか、そういう感じかな、うん、男が一人でもいたらありえない光景だから、ね、妹は三代目が好きだから話し合わないゲソールブラブラ、ね、妹は三代目聞いててね、姉貴がね、かまってちゃん聞いてたら、それ話し合わない、それ話し合わないよね、何このブサイクって言われちゃう
これ人間とか言われてるね、俺のこと、うん、いやでも小野くんもねいそうですけどね、3代目いないでしょ、 J ソウルブラザーズ。いやこれが整ってたらいいかもしれない。 いるでしょこれ、ほら濃い顔で、ちょっとほらダンス踊ってみてよ、ちょっと、いやわかんない、ね、ほらでポケモンの CM やってるのに、こうやってこうやってやるの、やってやってる、ほらいるよ、ね、メンディキャー、あのポケモンの CM しか分かんない、めっちゃキャーって言われてるよ、本当にハハとか言われてますよ、ゴリラダンスかわいい、 Z パワー、おっグラサンかければアツシ、まあ、でもアツシさんもねかわいい顔してますからね、実はあれ、まあ確かにね、グラサン撮ったらね、うん、モノダンス好きめっちゃええやつって超嘘だよね、めっちゃええやん、ただひろ、ただひろ、よろしくお願いします。あゆみゲットした時点でモノくんは勝ち組、お姉ちゃん新生かまってちゃん聞いたからその話できる、ああ、姉妹でね、ありがたい、俺らはさライブさ親と娘で来ましたとかさ、はいはい、兄弟で来ましたとか割といるよね、いるね、割といるよね、そうなんだよね、そんなバンドさ少なくない、いやそんなことないんじゃない、いや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 、ワンオクロック今日親子で行く、行く人は行くんじゃないかね、行かないよ絶対、かまってちゃん割合多いと思う、俺も母ちゃんと行った、ほらほら、すごいね、友達に言えないからなそういうこと、そういうこと、リア充が来ない、あそういうこと、友達と行ける人いないけど一人はさすがに怖いから親とみたいな、そういうこと、そこで親と行くのも逆にすごいけど、ね、長男連れてったことある、ほらほら親子よく見る、ね、よく見るよね、いるんですよ、うちも幼稚園で口ずさんでか、あごめん読めなかった、なかなか親子意外と、あそうなの、そうなんだ、親めっちゃかまってちゃんディスってくるで、その親は何がいけないんだ、まあまあまあ、親にも好みというものがありますからね、あれかもっとピースフルな歌歌えってかね、え何ですか、泣いたり笑ったりねえ、ねえ、こんな感じで歌えばいい、こんな感じでね、うん、隠れキリシタン的な、小さい子連れてる方いると和む、ああね、小さい子連れてきてる方もいるよね、幼稚園の先生が若いから気づいてくれた、あらかまってちゃん気づいてくれたんだ、すごいね、ありがたい、親にかまってちゃん好きなこと内緒にしてる、うん、正しい、うん、ね、親は汚い言葉嫌いだからねって、嫌いだからねってさ言ってたわけですよ親だって絶対、まあまあまあでも、何が嫌いだと、まあまあでもだからあれですよ、モノくんがねクレヨンしんちゃん大好きでも自分の子供が幼稚園の時にちょっとクレヨンしんちゃん読ませたくないなっていうのと多分一緒なんじゃないですか、なことないよね、はい、読ませますよ、読ませます、うん、じゃあモノくんはちょっと俺読ませない本とかないよ、うん、あら、うん、読ませない本ないないない、二人エッチでも大丈夫、大丈夫大丈夫あちょっと早いんだなって、ああなるほどね、うん、知ることは大事ですよ、それ実行に移されたら困るけどね、なあ、はいね、あこうすると子供ができるんだっていうのとかを早い段階で知っちゃって実行に移されたらおいおいおいってなるけど、死ねえって歌ってる時ちょっと焦ったいやまあなんかやっぱねこうでも自分の好みを親に知られるとかってまずちょっと恥ずかしいじゃないですか、まあまあそうね、俺もあれですよ、ポポロクロエス物語を家で部屋でやっててめっちゃエンディングのところで泣いてるときに母ちゃん部屋入ってきてめっちゃびっくりしたあんたなんで泣いたのっつって言われてびっくりした、なるほどねそれは恥ずかしい、めっちゃ泣いてたら気まずい、恥ずい、 AV 大好きだけど親とは見たくないな、それは当たり前でしょうよ、そう恥ずい、そうだからねこう親とあんまりこうねこう感覚を共有するって時点で割と珍しいですよねやっぱりね、そうね、うん、あれ泣くようなゲームだ、泣くよ、超泣くよ、母さんライブの下ネタ面白かったって言ってたよいやこう下ネタだ、寛容な母ちゃんだね、そうね、うん、素晴らしい、座が大きいね、素晴らしい、ピエトロね、寛容な母ちゃんだ、ピエトロドレッシングね、
車で夏インストール流したら僕俺は飛ばさなきゃいけない。なんで？もうあんまりにギャン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 なってるからかな、そういう感じかな。ポロポロさんアニメもやった。アニメもいいんですよ。あの曲も最高だしね。この道を歩いて。続き今適当に話してて、俺その曲知らない。そう夏気球に乗って、夏気球オープニングね、うん、はいはいはい夏気球だったんだ今の曲。この道じゃないけど多分この道をじゃ、うん、なんとかとかって同乗者いると飛ばさなきゃいけないのある。イヤホンで聞いたらブンブン聞こえたこっちの音かと思った。あああれね、あのちょっと新相続がね走ってましたね外で。あえマジで聞こえなかった俺。コブスブレーキだ、この人頭おかしいよね。頭おかしいって思うバンドいっぱいいますよ。お母さんに構っての洗脳が少しだけ進んでる。いいじゃないですか、いい洗脳が。6歳だけど構ってじゃんライブを使えって言ってくれるよ。どういうこと？あの行ったライブに行って帰ってきたらお疲れって言ってくれるとか。君6歳なの？寝なさい。いやなんか息子とかそういうの。あびっくりしちゃう。あびっくりしちゃう。君が6歳なのと思った。星くんって名前だからね。なんかその親からかまってちゃんの曲とかなんか言われたりしないですか？うん、ミキナの声は影響だなって言ってたよ。ああ誰の？親父が。親父が。親父が。おお。あれはいいなって。へえ。そう。うちの兄貴は黒い卵はあれ最高だよって言ってた。まああれはね、うちの兄貴はロックじゃないからね。ロックじゃない。あれはもうエレクトロだからね。うちの兄貴は黒い卵らしいです。あれもエレクトロ2かに近い楽曲だから。妻は立憲と2年だけ好き。あでもそういうの嬉しいですね。そうですね。嬉しいね、そういうね。うん、身内に褒められるの嬉しいね。子供にはまだ聞かせたくないな。やっぱりね、うん、家族みんなかまってちゃんのこと困ったちゃんって言って覚えてくれない。黒い卵は本当に天才だよ、ね、車で流すとたまに訪れる変な空気。黒玉最後ごめんもう帰ってきてもらっていいですか。抜けるかな。倒れたらごめん。バイト先でかまってちゃんが好きですって説明したら不思議ちゃん認定されました。本当に？まあねえ。インストールは比較的爽やかな。うん、サラの曲多いね、確かに多いですよ。中二息子は猫ラジが好き。嬉しいですね、そういうなんかね、こう自分たちのね周りまでちょっとこの曲はいいなみたいな普及している感じ ね、嬉しいですね。うん。千葉銀しね、千葉銀しね。ありがとうございます。夏インストール全体的に見たらかなり爽やかだから助かる。助かる。助かるか。いやただやっぱさ、こうね、爽やかなこう23歳とかもそうだけど、はい、爽やかな曲もかまってちゃんの色だと思うけど、うん、かまってちゃんの色ってもう割といろいろあるじゃないですか。ホーリーな感じもあれば、はい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 、ダークな部分もあるし、はい、なんか打ち込みっぽい部分もあるし、うんね、ちょっとなんかこう次のフルアルバムではちょっと爽やかだけじゃないかまってちゃんを見せられたらね、いいですね。いいですよね、はい、もうちょっとね、うん、幅広いちょっとそういう感じに考えてますよ、うん、フルアルバムほんと楽しみ。お結構いろんなジャンルあって好き。家族に聞かせた時に間抜けが流れた。間抜け流れた。そうしてください。ずっと待ってすごい待ってるね。ありがとうございます本当にね。インストール世間的にこびてるって言われるのを受ける。あそうなんですか。そんなこと言われてるんですか。そうなの。とんでもないやつお願いします。まあとんでもないだろうよ。まあとんでもないだろうよ。まあね。アルバム制作順調ですか。まあまあ順調ですけど、そのおかげでクソ忙しいですよね。そうですね、クソ忙しいですよね。いやー本当にマイスリー待たせすぎ、語呂いいですね、マイスリー待たせすぎって。
いい語呂いいですね。さすがにもうセックスは流せない。沖縄最高だったよーら。スルーされてるけど沖縄ホテルキャスラグありすぎ。いやちょっとそんなこと言われてもツーキャスさんに言って。俺沖縄ホテルキャスがラグがあったんだ。なんかそうなんじゃないかな。あんま良くなかったな電波。声と絵がずれてるってことかな。かな。レコーディングまだパエリア食べてる。最近はピザ食ってますよね。そうですね、うん、最近ピザ頼むようになって、うん、ピザ食ってます。のこさんチョイスで小さい子に間抜け聞かせたら絶対笑い止まらなくなる。あ、いいじゃん。そうですね、うん、いや笑い間抜けはもうだって今俺に聞かせても絶対笑い出すの。 あれは笑いの曲ですからね。、うん、ピザ美味しい、ピザ美味しい。あのあれパエリア地獄抜け出せたんです。最近ピザ頼んでます。何ピザ、あのね、なんだっけ、ナポリの釜っていう、はいはいはい、なんかちょっとあのパン生地がね、ほんとあのなんかねパン屋さんのパンみたいな生地してる、うん、もちもち生地のふっくらしてるんですよね。ふっくらもちもち生地のなんかね、うん、ピザがあって、それのデリバリーを最近そう頼んでますね。基本的に CD 音源大好きだけど前すりはでも越せる気がしない。おい、それをお前あれだよ、俺らに言わなくてもいいだろう。おい、やる気なくしちゃうぜ。もうベース弾くのやめようかな。やめちまえ。いや、超えるね。超えるね、うん、超えてみせる。ダメ絶対。超えよう。いやいや、もちろん超えるつもりで作りますよ。もちろんもちろんもちろん。もともと弾いてないからベースこの人、うん、もともと弾いてない。酒飲もうよ、戻す。楽しみですな。アルバム夏なんだよね、の予定ね。え、夏なの？の予定じゃない？え？夏なの？だと思うよ。いろいろスケジュールを考えたら夏なんじゃない？いやいや、そんな話は一切出てない。本当に？うん。小野くんこそ弾いてなさそう。千葉銀シドビシャスかよ。そう、弾いてない。ぶっ壊すだけど。仕事はギターベースぶっ壊す。はい、わな。ファンの生活は切ないからね。配信嬉しいよ。ありがとうございます。おいおい、そんなんなの？結構時間かかるの。いや、10万時間はかかりますよ。あのね、そんなのこが作曲っていう意味から言ったらもう本当ね、年がかりで作ってるけど、ね、うん、のこが作曲、曲がたまる、たまった曲アレンジ、俺らアレンジする、アレンジした曲俺ら練習する、練習した曲撮る、撮った曲プロモーションする、発売ですかね。いや本当、あの言い方はそれぞれだけど、レコーディングが始まりました、今から撮ってますっていう期間だけで言ったらそんな長い話じゃないかもしれないけど、ね、1個のアルバムできるってやっぱね、年かかってますよ。みんなそうやってやってますよ、うん、年かかってるやっぱり、うん、バンドって面倒やな、大変やな。そうそう、だから我中は死ね。十何曲あると大変そう。そうなん、そう、大事にしたい。なぜ R 指定入ってた？ヘイヨナニート入る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 。そしておやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみ。俺もそろそろ終わりにすっか。そうですね、明日もライブありますしね、うん、今日も香川まで頑張りましたしね。うどんも食べたし。うどんも食べたしね。うどんも食べましたしね、はい。タイトルが夏インストール2なんでしょう。実際問題、うどん食えたら美佐子さんだけだよね。いいなぁ。いや、なんかあれもなんかね、文化祭で出すみたいなうどんでしたけどね。実際どうなのかちょっと切り乱れ、分かんなかったですけど、うん、ホテル配信やっぱり癒されるの。いや、ちょっとあのこんなんでもね、需要がちょっとでもあれば嬉しいですよ、うん。
バイバイ頑張って。じゃあこんな感じでね。はい、あれかな、また福岡着いたら福岡で配信あるのかな。できたらにしましょう、とりあえず。はい、じゃあそんな感じで、とりあえずニコ生ライブ組は、うん、とあのライブ香川ライブ現地組はまた明日、また明日、はい、じゃあまた明日もねライブ配信あるんで見れると見てくださいね。はい、じゃあお疲れ様、おやすみおやすみおやすみ。